よろしいでしょうか。それじゃあ、定例の記者会見を行います。今日は新しい党押し出しポスターをご披露いたします。新しく作ったポスター、こういうポスターです。これまでの党のイメージポスターとしては非常に斬新な写真で、提案し行動する党と、これはまあ我々の今度の選挙のキャッチコピーをそのままズバリと表したもので、文字通り慎重先頭に立って提案して行動しているということを表したものです。で、まあ、提案しっていう点では今年の2月に消費税に頼らない別の道があるという経済提言を発表しましたし、原発即時ゼロの提言も発表しました。あるいは外交ビジョン、尖閣諸島をどうやって解決するかの問題をという提言も発表しました。行動する党という点では、官邸前の毎金曜日行われている集会におそらく市委員長自ら十数回自ら出て、あるいは尖閣諸島問題では政府にも提言を持って申し入れすると同時に中国大使館にも赴いて定例会大使とも直談判するということもやりましたし、オスプレイの配備、米兵の暴行事件問題ではオバマ大統領宛ての書簡を委員長が書いて、それをアメリカ大使館にも届ける等と、文字通りただ問題点の告発だけではなくて、日本共産党ならどう解決するかという改革のビジョンを示す、すなわち提案し、でただ提案してるだけではなくて実際に行動すると、自らこれは行動してきたこの間の積み重ねがあるからこの言葉がいけるんだと、なかなかよくできた、まあ、自画自賛と言われるかもしれませんが、いいポスターだなと思っております。これ一気に晴れたそうと思ってます。なお、これまでに政策ポスターですね、消費税、それから米軍基地問題、アメリカ言いなりにならないという問題、原発問題などの政策ポスターはすでにもう下ろして貼ってるところですが、これはこれから貼り出す、初めて皆さんにお見せする、ちょっと後ろへ貼ってくれる。今日の記者会見の中心はそれですが、選挙準備の問題で一言言っておきますと、昨日の NHK のリレーインタビューで民主党の安住幹事長代理が、全ての選挙区に候補者を立てて選挙を堂々と戦うのは民主党と自民党ぐらいだとおっしゃってましたが、実は日本共産党を忘れてもらったら困るわけで、小選挙区の候補者の決定数が一番多いのは我が党でして、昨日現在で290人です。しかも14党5党、なんか今日また新しいのが生まれるとか生まれないとかということですけど、まあ、昨日までは一応14党ですけど、たくさん党ありますけれども、やっぱり60年間続いた古い自民党型の政治にさよならを告げて、文字通り国民が主人公の政治を打ち立てるという方向性を示しているのは日本共産党以外にないわけで、この60年間日本政治を蝕んできた自民党型政治といえば、すなわちアメリカ言いなり財界中心の政治で、これにやっぱりメスを入れる姿勢も立場もない、そういう党では今の消費税問題も TPP 問題も米軍基地問題も原発問題も解決の道見出せないわけで、大いにこういうポスターも貼りながら、今290人ですが多分300名近くまで、最終的には行くと思いますが、比例も今23名ですが最終的には30数名にまで引き上げて、まあ、政策準備も整えましたし、こういう宣伝物もできましたし、候補者もほぼ予定通りに予約できたということで、意気高く頑張りたいというふうに思っています。私の方からは今日は以上です。皆さんからありましたらどうぞ。はい、どうぞ。はい、そうしますと、公示までに300小選挙区全部に立てられる見通しが立ったということでよろしいでしょうか。そうですね、ほぼ。
300まで、まあ、多分行くと思います。300で行く、まあね、今沖縄はちょっと交渉中の問題がありますから、これはまあ交渉中です。はい、どうぞ。東京新聞の新聞です。あの今の冒頭発言でも、まあ、だいぶ触れられてると思うんですけど、はい、今回の選挙の特徴はやっぱり14と15との多党化選挙ということで、はい、訴える政策として、まあ、指定政党なんかが何でしょう、脱原発、反消費税、反 TPP というのを訴えているんですけども、そういう、まあ、あのその言葉だけ取ると、まあ、似通ってしまうわけですけども、そういう中で共産党としてどうやって差別化を図っていこうと。あの今挙げられた消費税の問題についても、原発の問題、TPP、あるいはオスプレイ、米軍基地問題、これはあの根っこにですね、やっぱり何でもアメリカの顔色を伺うというアメリカ言いなり政治が横たわって、すなわち安保条約を是とするか非とするかという点で、あの例えばいろんなことを言ってても TPP の問題にしても、これはあの土台に安保があるわけで、アメリカ言いなり政治がある。消費税の問題でも原発問題でも、これやっぱり背後で糸を引いているのは財界大企業ですから、そういう、こう財界大企業に堂々と物を言える党か、財界中心の政治にメスを入れられる党なのか、すなわち今言った2つというのは、こう60年間続いた自民党型政治、これ引き継ぐのか断ち切るのかという点では、14とあるように見えるけれども、そういう今のような古い自民党型政治か、それを変える勢力かという点では1対1の対決だと。でそこは一番大きな点で、非常にこれはあの演説してましても分かりやすい、なるほどそうかと。それからこれだけたくさん右往左往の子のように党が生まれますとね、政党の在り方、政党とは何なのかということが鋭く問われていると思うんですね。考慮を持っているのかどうか、それからぶれない一貫したこう主義主張を持っているのかどうか、政策理念がどうなのかということがやっぱり問われてくると思うんですね。で、我が党の場合一世紀近い90年の歴史と伝統を持っている党です。まあ、昨日今日できた尊女そこらの党とは違うわけで、考慮のない党もありますし、あってもペーパー1枚ぐらいでほとんど考慮なんと関係なしにやっている党もありますし、憲法改正としか書いてない、そういう考慮を持っている党もありますし、やっぱりまともな日本の政治をどう国民本位に切り替えていくかという考慮を持っている党はどこなのか、こういう点も大きなあの争点になってくるかなというふうに思うんです。1週間前にできた党がね、名刺作ったと思ったら使う前になくなっちゃったとかね、結婚話があって記者会見までしたら翌々日離縁すると、お前の名前変えろと言われたら変えてもいいよというふうな、ちょっとこう政治的大敗現象というんでしょうかとも言うべき状況がある中で、かっこつした路線と政策を持って常に国民と共に歩む党はどこかという国民の前に語る言葉を持っている党とですね、今ある人に入れたら投票したらですね、次の選挙もその人が同じ党にとどまっている保証がないような党がいっぱい生まれているわけで、こういうことも問われるんじゃないかと。だから原発とか TPP だとか消費税だとか米軍基地問題という具体的な争点と同時に、その土台にある根っこにある問題にメスを入れられるかどうか、政党の在り方、こういうものが根本から問われる選挙になるんじゃないかなと思ってます。はい、どうぞ。はい、あのマニフェストなんですが、はい、いつ頃発表になるかということで、はい、あのまあ、大筋どのようなことを盛り込んで、どういった主張される予定ですか。はいはいはい、すでにですね、原発ゼロ提言も経済提言も外交ビジョンも尖閣諸島問題についての提言も早くから出してます。すでにもう語る言葉を持ってるんですけれども、選挙用にそれらを集大成してですね、これはあの可及的速やかにほぼもう出来上がってますから、まもなくもうごく直近に発表できると。ただマニフェストと呼ぶかどうかはね別です。あのマニフェストって本来ね共産党宣言の宣言という言葉ですから、本来はいい言葉なんですけどね、
なんか今マニフェストというと、あの守らない約束事という代名詞になってますから、発表するときにマニフェストという言葉を使うかどうかは、まあ、日本共産党の選挙公約というふうなものは近々発表します。もう土台は出来上がってます。はい、はい、あの改めてあの沖縄でまた出てくる事件がありまして、はい、ちょっと詳細把握してないんですけど、禁止されてる時間帯に、ああいう事件が起こるたびにね、綱紀粛正とかね、夜間外出禁止令を出して、なんとか乗り切ろうという日米両政府の考え方なんですけども、私はね、あのその綱紀粛正という言葉が何度繰り返されてきたかと、やっぱその根源にある全ての米軍基地を撤去する以外に、ね、解決の道はないと、まあ、言葉を変えて言えば最大最良の綱紀粛正の道は、ね、全ての米軍基地を撤去することだと、基地ある限りなくならない、そういう事件だと思います。